ステーキ。そうだね。まあいろいろね、果物とか、はい、沖縄セルラープレゼンツ発信機種ロックンロール。このコーナーは地元に全力 AU 沖縄セルラーの提供でお送りします。はい、さあ機種変更の話題の他にも SNS の話題、 au ペイなどの電子決済、 au 電気など暮らしの一部でこんな風にスマホを便利に使ってますよなどなど、皆さんからのメッセージ募集しております。はい、マッチョエビどう。今週はですよ、迷ったらカツノさんです。あ、今日はすごいですね、迷ってないですね。カツノ、迷いがない。迷いがないです、気持ちいいですよマンゴーがいつも食べたいとか、食べたい、送ってくれっていう ね、はい、迷ったらカツノさんですね。はい、パッテリーバー、パッテリーパーをなんか今一気にな、フェリカありがとうな、もうこのよ50近いお姉さん頑張ってるのに、しみじみしみじみ800個もなんか持ってきちゃった。バッテリーパワーを長く維持するのにそこら辺に転がってるお二人さんは何か気をつけてることってありますか？うん、そこら辺に私たちまた転がってないよないよ、なかなかないよ。決して無用文化財だから。無用文化財、無用文化財でもいいし、なくてもいいっていうね。でも生きててね。じゃあ、パワーを長く維持するのに気をつけてることってありますか？できるだけ寝たいな。私、迷ったら勝つの、なんもしてません。マッチョケや、投げ捨てや。なんもしてませんが、うん、そこら辺に転がってる、ドゥシから聞いた話だと、うん、ブルートースやって書いてる。いいね。ブルートース。いいね、いいね。うん、ブルートースや、GPS をオフにすると、電池が長持ちするって聞いたんだけど、そんなことってあるの？けど GPS をオフにしたらマンゴーを送ってもらってもこっちで行っちゃう。こっちで箱送りよ、箱キャッチできないかもしれないから、うん、迷ったら勝つのマヨカツは、うん、絶えずオンにしてるって、うん、もしもこっちが旅行中にマンゴーが届いたりしたら、10年前の玉城さんのように岩井さんから送ってもらった大切なものを不在状態で送り返す形になってしまったら迷惑かけてしまうさね、うん、よく思ってる。そうなんだ。あ、そういうのがあったわけね。岩井君から来たわけね。はい。今日は梨をいただきました。来週マンゴーが食べたいです。ということで、迷ったらカツ丼さんいただきました。じゃあ岩井君から送らせますんで。ドキュンロイ。あ、ハニーアイノちゃん。15歳か。ブンブン、ドキュンロイ。もうデジコレが重いの。アハニーアイノちゃんが出てくる。アハニーアイノちゃん。ブンブン、ドキュンロイ。アハニーアイノちゃん。15歳か。ですね、聞きようによって言えらしい。よっ、チキロチキラレーンと言われたって。チキラレーン。話が回っちゃったりこっちにしてるけど。まあ、これでもさ、うん、私、ま、マンゴー送るって言うのよ。マンゴー送るって言わないよ。あの、ほら、画面をオフにする機能ってあるさ。あ、分からない、俺は。あの、これはバッテリーを長持ちするための機能の一つですよね。うん、画面ってそのままこれオフ、なんだっけ、何分で消えるかって設定しないとずっとつけっぱになる。ああ、そうか、じゃあ放電中なんでね。そう、うん、だから、私この間、うん、YouTube の生配信した時に、はい、初めてスマホで生配信したんですよ。はい、いつもなんかパソコンでやるんだけど、ね、うん、だからこのスマホでやった時に画面が途中で切れないように、うん、この切るのを、うん、オフにしたんですよ。うん、それから戻すの忘れてて、うん、カバンの中でずっと画面がつけっぱなしで、うん、やたらとバッテリーが減るなって思ってたら、これがずっと機能がオフになってたまんまだったのを、一昨日やっと気づいて、気づいて、じゃあ放電ずーっと、だからずっとバッテリー消耗してる状態だったんですよ。あ、これこんなの細かいのちゃんとチェックしないとなって、もう起動してる、すぐ切るようにして、ずっと起動してる、すぐ1分で切れるようにしてる今も。それでは玉城美香で放電温度。放電デビル、放電デビル、シークリクテイ、シークリクテイ、いやささいやさ、ずっと放電。お見通りないか。もういいですか。大量告げて放電。意味が。ああ、でも GPS とかどうなのこれ。本当？あ、そうらしい。そうなんだ。嫌だな。でも意外と俺がだから無駄に使ってるものとかあるかもしれない、ね。あると思う。ずっと起動してたりとかな。うん、あのカメラとかずっとそのままなってたりとかね。そう。時々チェックして。気をつけないといけないね。嘘をにかさんとこですか。足はこれで。何いなくこれはもう見てる人しか。今もうラジオじゃ言えないけど。
宇宙の都市ぜひ YouTube を見てくださいね。ハッキシエンロックンロールで検索して私たちがどんな動きをしてるかぜひ見てください。マンゴーは送れんけど、うん、ね、うん、愛は送ってるから。そうですね、うん、思い出とかね、はい、切な思い出と切なとって、心の乗車と心の乗車と部屋とワイシャツと私と右と左と真ん中と送ってますから、はい、もう GPS がなくてもね届くと思いますの で、はいですね、大丈夫です。よろしくです。何の話かわからない。さあこのコーナーは皆さんの携帯事情いろいろ教えてください、はい、まあ、この部分にこだわって機種変更しましたでもいいし、おすすめのアプリとかでもいいし、うん、SNS の話、au pay などの電子決済などなどお待ちしています。はい、はい、なおスタジオの様子は YouTube でも見れますので、うん、ぜひ機種変ロックンロールで検索をしてみてください、はい、せいやくんがちゃんと撮ってくれてますので、ね。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ今日はせいやの笑い声もめっぱい入ってるんです。あ、よかったです。はい、 YouTube ぜひ。ドキュンロちょっとせいや笑いすぎた、ね、怒られるよな。アハニャアハニャ15歳か。聞きようによっては言えない。以上沖縄スイングラープレゼンツ発射機種ロックンロール。違う違う、ロックンロール。はい、このコーナーは地元に全力 au 沖縄セルラーの提供でお送りいたしました、はい。